ナップ・デクラインはオランダのバイオリン奏者。本名はナタンデ・デクライン。アムステルダム出身。おじのヤコップ・ハメルに音楽の手ほどきを受け、アムステルダム音楽院でバイオリンを専攻。音楽院でアリス・ヘクシュと知り合い、1936年にヘクシュと結婚。1945年からヘクシュとアムステルダムデュオを結成した。1952年には、 ネーデルランド弦楽史重相談を結成し、彼の死によって解散するまで活動を続けた。妻のヘックシュの没後は、ハーグ王立音楽院で教弁を取った。ヒルフェルスムーにて、放送録音中に急成した。ビオリストナップでクレーンプロットサリング・オーバーレデン。プロビンシアレ・ゼアズ・クーラント、P13。オリジナルの2019年11月25日時点におけるアーカイブ。 https://archive.is/.nokw12019 <ッ>年11月25日閲覧。ナップデクレインオーバーレデン。リートッシュダグブラード。p1。オリジナルの2019年11月25日時点におけるアーカイブ。 https://archive.is/rbwxa2019 年11月25日閲覧。ザリビ、ケーンズファミリーツリーコレクション。2019年11月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年11月25日閲覧。アーカイブ2019年6月6日。ウェイバックマシンナップデクラインディスコグスハット。 クレーン、姉さんで1909から1979。2019年11月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年11月25日閲覧。ありがとうございます。